日米豪での南シナ海合同軍事演習が行われるとの情報をキャッチしました。緊張が続く南シナ海を日米豪で牽制との話です。今回は、南シナ海の現状と日米豪合同軍事演習を深掘りしていきます。24年度の概算要求も過去最高額が算出され、イージスシステム搭載艦が建造開始となるようです。やはり中国の脅威と中国国内のゴーストタウンで景気急降下との話も出てきた。ついに追い込まれた。日本とアメリカとオーストラリアの3カ国は、フィリピンの沖合の南シナ海において、海上自衛隊、アメリカ海軍、オーストラリア海軍の各々から、大型艦艇を参加させる合同軍事演習を、2023年8月23日に行う予定となった。今回のこの3カ国での合同軍事演習に、参加を行う大型艦艇とは、海上自衛隊が、ヘリコプター搭載護衛艦、いずも、アメリカ海軍が、強襲揚陸艦艦、アメリカ、オーストラリア海軍が、強襲揚陸艦、キャンベラと、召されている。くしくも、これら3カ国の艦艇は、いずれも、その艦級のネームシップで、一番艦の艦艇が集うこととなり、完全な航空母艦こそ今回は、含まれてはいないが、多数の航空機を、運用可能な大型艦艇であることに間違いはない。ことに、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦、いずもとオーストラリア海軍が強襲揚陸艦、キャンベラは、いずれも自国内の艦艇の中では最大規模を誇る艦艇であり、各々の海上戦力の顔とも言うべき存在だろう。海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦、いずもは、今、まさに、航空母艦化改修が行われている、狭間にあり、一時改修工事を終えて、現在は任務に復帰しているが、二次改修工事の完了後には、軽空母としての活動も見込まれる。ヘリコプター搭載護衛艦、いずもは、満載排水量が2万6000トン、全長が 248.0m、最大幅が、38.0m の艦体を持ち、2015年3月より就役中で、同型艦としては、2番艦に、加賀、があり、2隻体制で運用されている。出雲は、現状では、各種の回転翼機を、最大で14機ほど収容可能な能力を備え、全通式の飛行甲板上には、5つの発着艦スポットが設けられており、回転翼機以外にも、MV-22 オスプレイ等の大型輸送機の運用も現時点でも可能である。航空母艦化改修工事が完了した後には、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能なロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることも可能となり、日本で、戦後初の軽空母となる。ただし、出雲は、航空母艦化改修工事が終了した場合でも、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした運用では、同機の収容数は10機前後程度と見込まれており、航空母艦という響きからすれば、限定的な攻撃力に止まる艦は否めない。それでも、南西諸島の航空戦力は、現時点では、沖縄本島のみにある、通常の滑走路を使用することに依存している状態であり、仮に、それらの滑走路が、使用不能な状態に陥れば、非常に危機的な状況に追い込まれることが予期される。その意味でも、移動可能な滑走路として、出雲と加賀を航空母艦化して、F-35 ライトニング2B 型を艦載することで、一定の航空戦力の保持と展開が期待できるため、南西諸島防衛の重要なピースになるだろう。そもそも、一昔前であれば、
日本の海上自衛隊が軽空母とはいえ、仮にも航空母艦を運用できるような時代が訪れるとは、大げさに言えば無双だにしなかった事態であり、いかに日本の周囲の安全保障環境が悪化したのかの表れでもある。さて、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベラであるが、こちらはスペイン海軍で就役中の強襲揚陸艦フアンカルロス一世をベースとした艦艇で、2014年に就役、2番艦のアデレードも翌2015年に就役を果たしている。強襲揚陸艦キャンベラは満載排水量が 27,851トン、全長が 230.8メートル、最大幅が 32.0メートルの艦体を持ち、やはり全通式の飛行甲板を備え、中型の回転翼機を最大で12機ほど収容して運用することが可能と召されている。こうした回転翼機の運用能力に加えて、キャンベラは強襲揚陸艦というだけあって、 LCM-1E 型上陸用舟艇を4隻完備のウェルドックに収容可能で、同艇は主力戦車なら1両を積載する能力を備えている。強襲揚陸艦キャンベラ自体では、揚陸用の兵員およそ1000名強と各種の車両をおよそ100両を収容する能力を有しており、前述したようにオーストラリア海軍の艦艇の中では最大規模を誇る同海軍の顔である。海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修を進めているように、オーストラリア海軍においてもキャンベラ級強襲揚陸艦に同様の改修を施す案も検討されたことはある。しかしキャンベラ級強襲揚陸艦で F-35 ライトニング 2B 型の運用を可能とするためには、必須となる全通式飛行甲板の耐熱工事や着艦誘導装置、艦内への同機の収容に際しての改修工事におよそ5億ドルの費用がかかると試算された。この改修工事費用を検討した結果、オーストラリアでは費用対効果が薄いと判断され、 F-35 ライトニング 2B 型の導入も見送られたが、通常滑走路使用の A 型は最大100機を調達する予定であり、日本の同105機と比べても遜色はない。そもそも国としての経済や人口の規模から考えれば、オーストラリア空軍が100機の F-35 ライトニング 2A 型の導入を目指しているのは、比率で考えれば日本よりもはるかに多い機体数であると言って差し支えはないだろう。そして最後のアメリカ海軍の強襲揚陸艦艦アメリカだが、こちらはアメリカ級強襲揚陸艦の1番艦であり、同艦は2014年に就役、2番艦であるトリポリも2020年に就役を果たし、3番艦ブーゲンビルも2019年に寄港されている。アメリカ級強襲揚陸艦は2番艦のトリポリまで波航空機の運用能力の拡張を行うことと引き換えに、ウェルドックを廃止し大型の L 客揚陸艇の運用を行わない仕様となっていたが、3番艦ブーゲンビル以降からは復活が決まっている。アメリカ軍としては今後は大規模な上陸作戦、大型の L 客揚陸艇を用いるようなケースは稀になると一時的には考えたようだが、傭兵側のアメリカ海兵隊ではそうした事態を憂慮し、あくまで海上からの揚陸能力の維持を認めさせた形だ。アメリカ海軍ではウェルドック機能を復活させた3番艦ブーゲンビル以降のアメリカ級強襲揚陸艦をフライト1と呼び、2番艦までとは区別し、これを現状では9隻まで建造する予定を進めている最中である。強襲揚陸艦艦アメリカは満載排水量が 45,570トン、全長が 257.3 メートル、最大幅が
32.3m の艦隊を持つが、フライト1以降は、さらに、満載排水量は、5万トンを超過するとみられ、世界最大の規模の強襲揚陸艦である。アメリカ海軍は、アメリカ級強襲揚陸艦の前級である、タラワ級強襲揚陸艦も、2023年時点で、7隻を運用中であり、両者を合わせれば、合計9隻を保有、運用しており、この分野でも、無論、世界で、最多の戦力を有している。アメリカ海軍といえば、大型の原子力航空母艦として、ミニッツ級を10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻の合計11隻の戦力を有することでも著名だが、これらを投入するほどではない紛争には、強襲揚陸艦での対応も視野に入れている。それは、アメリカ級強襲揚陸艦、タラワ級強襲揚陸艦ともに、F-35 ライトニング 2B 型をメインの艦載機として、軽空母として運用する構想であり、その場合には、同機を1隻におよそ20機ほど搭載することが想定されている。今回こうした、出雲、アメリカ、キャンベラを南シナ海へと派遣して、合同軍事演習を行う意図は、フィリピンが実効支配中のアユンギン礁に対して、中国海峡局が露骨な威嚇を強化していることへの牽制にあるのだろう。